2016年7月クールドラマ総括その2、はい、続いては神の舌を持つ男、うん、まずね、うん、なんで主題歌が演歌なんやろというところから入ったんですけれども最後にまさかね、うん、坂本冬美さんがね道の真ん中であらゆる歌うとはというやっぱりこう細かいギャグがねいろいろ散りまめられてたのでこれまた堤幸彦ワールドと何の何みたいな感じですからねで、先ほどのオンとね、うん、信憑性がどうのこうのっていう部分でいくと、うん、これも信憑性はないんですけど、ここまでないと逆に面白いというか、うん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 、もう割り切れるというか、うん、楽しく見れたかなって思いますけどね、うん、でまあなんといってもね堤幸彦でしかも TBS っていうことであればね、はい、古くは継続、はい、それからスペックと、うん、でまあ他局だけどいわゆるトリックあの匂いが本当にプンプンする作品ということで、はい、それこそ期待も高かった、うん、でなんといってもね、うん、構想20年以上かけてるみたいなことあったから、うん、待ち焦がれたファンも含めて1話見て、はい、みんなって思ったんがまあ向井理がああいうまあちょっとコメディ色の強い役どころっていうのも、はい、まあ珍しいし、うん、そういう意味ではなかなか頑張ってたと思うんやけど、うん、あの舌ベロベロっていうのが男から見ててもちょっと気色悪いってやつで、確かにね、あのキャラクター自体が気色悪かったじゃ気色悪かったですからね、うん、でまあなんといってもいや何でもかんでも舐めるなよっていうのがね、うん、このご時世だけに、うん、そういうことでやっぱりちょっと引いてしまうっていう、うん、だからもういきなりね、はい、2話目からいわゆるぼかしかかってたでしょ下のアップに、はい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 、でまあなんだかんだ言いながら、うん、視聴率がね平均で 5.6 よ、あ最高でも 6.4 でまあ最低が 3.8、うん、はい、ちょっと寂しいですね。ああまさかね堤幸彦、はい、20年も温めてきたネタでこれだけこけるっていうのもね個人的には好きだったんですよね。だからそのあの堤ワールドを個人的に好きと、はい、あの小ネタ、うん、だから何回も見て楽しむっていうところがね、はい、そういう楽しみ方をやっぱりできる人間がっていうかまあ時間帯的にね、うん、やっぱりねテレ朝の金曜ナイトドラマ枠ぐらいがもしくは TBS でも今深夜ドラマ枠あるからそれぐらいでよかったのかもっていうのがあって、だから最終回になんか続きあるのかなないのかなみたいにやってたでしょ。で実際問題として実は映画化っていうのをもう同時進行で進めてた、もう撮り始めてた、はい、ところが、はい、まあ大々的に公表はしてないと、はい、ね、まあそっとそのままもうフェードアウトということになるかもしれんけど、はい、うーん寂しいですね、うん、で、まあそういう意味で、はい、実際原作ものじゃなく完全オリジナルで、はい、でまあそれを書いた人間の、まあ、期待値が高かったということで言ったら、はい、あの畑武彦が脚本した、はい、そして誰もいなくなった、はい、うん、まあねアガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」はい、こっちは点がないんだけど、はい、ドラマの方は「そして誰もいなくなった」はい、タイトルが一緒なだけで、うん、中身は全然別と、うん、果たしてどんな仕上がりか「そして誰もいなくなった」とどう絡めてくるのかなと思ったら、はい、まあ案の定というか途中からどん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 人が死んでいくとねえ、すごかったですね。でこう展開もどん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 これ誰が悪いやっちゃねみたいなね、うん、分からへん部分もありましたし、うん、あの伊能ちゃんがねあんな悪い子やったっていうのはね、うん、ちょっと朝の番組とか見てるとねええ子でおってほしかったなという個人的な意見はありますけれどもね、まあ、それも役者ですから。そう、うん、でも平成ジャンプの伊能慶もね、はい、こうやっていわゆる俳優としてもなかなかいろいろ役の幅を広げてきてるね、はい、そのあたりは頑張ってるとは思うんだけど、はい、いかんせんねあのストーリーがね、はい、最終回あれで終わっていいのっていうか、ねえ、うん、だいたいね、まあ伊能慶がやってたのが、はい、いなかったのかどういうことと、ね、血の跡がないのかとか、まあ、はい、ええ加減すっ飛ばして終わっちゃったっていうところがね、はい、うん、まあそれも含めて最初からええねんと、全部辻褄を合わせる気はないとにかくとにかく風呂敷広げていって、はい、それすらも畳まずにもうあとは勝手にみんな思って終わってというような作戦やったのかもしれへんけど、うん、はい、まあそういう意味では藤原竜也にああいう役をさせるっていうことはぴったりハマってた、はい、うん、で、視聴率は平均 8.3、はい、最高が 10.7、 最低は 6.1、うん、
一回見逃すとややこしになってる部分もありましたんでね、うん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 、ずっと見てるとあーと分かるんですけど、うん、一個飛ばしてしまうと次どないなってんこれみたいなのもありましたんで、うん、その辺が一回飛んでしまったらもうええかみたいな人もおったのかもしれないですよ ね、 ね。ただまあ役者に関してはヒロミがね、はい、もう久々に本格的な俳優をしてたっていうのもあるし、はいうんはい、そういうことにおいてはなかなか見どころはあったんだけど、はい、まあまあうまく日テレにやられたかなっていう気もすると、うん、だからのめり込んで最後って思ったのも、まあ、まんまといっぱい食わされたと、うん、でもまあそういうドラマやったんやということで、うんなんと言っても完全オリジナルなんでね。そうですね。そこも含めて楽しめたかなと思いますけど。うん。ということで、はい、この続きは今度ということにしたいと思いますね。はい。はい